クッコロデイズ。誰今の声。やあ、せつなけいすきだよ。今回もクッコロデイズの時間がやってまいりました。今ね、収録しているのは深夜なんですよ。でもね、すごいムラムラする気分なんだ。だから、ムラムラするこのゲームをやっております。深夜テンションでやっております。それにしてもさっきさ、スタート画面のさ、クッコロデイズのセリフがさ、明らかにカトレアじゃないような声だったんやけどさ、誰なん今の。カトレア以外に帽子さあるんこのゲーム。やっていくわ。ああ、ちょっと読む忘れとった。ごめんなさい。何やったっけ？不安を抱えながら、俺とカトレアの共同生活が始まった。でもその不安で大体2割だろ。残りの8割ムラムラだと思うからな。彼女が元の世界に戻るまでの共同生活を始めるにあたって、まずはやっておかなければならないことがある。ルール決めなあかんな。ルール決めんかったらさ、ほんまに、向こう側行ってしまうで。モラルの向こう側行ってしまうで、お前。カトリアさん、ご飯とかってどうしますか？そう、朝食だ。腹が減っては何とやらと言うし、カトリアとの文化の違いを知るのにも都合がいい。どんな異世界ってどんな朝食をとってるんだって話か。食事？ああ、言われてみれば少し空腹を感じるな。キ君の食料を奪うわけにはいかない。適当にそのあたりに生息している小動物でも捕まえてこよう。いや、モンスターハンターの世界じゃないんですよ。この世界モンスターハンターの世界じゃないんですよ。その辺にポポとかおるけん、それ捕まえて上手に焼きましたみたいな感じでやるんじゃないよ。そういう話じゃないよ、お前。やっぱりだ。彼女の常識は、こっちの世界の常識では相入れそうにない。この辺りに獲物になりそうな生き物なんていませんよ。俺が適当に用意しちゃいますから、そこに座っててください。いや、だが、貴重な食料だろ。いいんです。俺の好意ってことで。貴重かどうかと言われれば、まあ、そうかもしれない。バイトで稼げる金はそう多くないから、割と生活はギリギリだった。ああ、そうな、そういうもんか。まあ、一人暮らしやもんな、実家出て。俺、あんま一人暮らしの経験ってあんまないけんな。その辺ちょっとわからんのよな、ごめんな。だが、このままカトリアを外に出してトラブルを起こされるよりは、我が家の食材を提供した方がマシだろう。うん、思いっきりトラブルメーカーになっとんな。まあ確かに、常識知らずのことをさ、世の中に放り出したら、えらいことになりそうやもんな。そうか。好意か。うむ。それならば仕方ない。な。言い聞かせる。自分に言い聞かせるわ。何やら落ち着かない様子のカトレを置いて、俺は台所の食器棚を開いた。そんなにか。主人公の料理がうまいのか、カトリエが普段存在な食事しかしてないのか、どっちなんだこれは。あーでもさ、みんな質素な食事しとってこんなおっぱい大きくならんと思うわ。うん、カトリエは結構いい食事をしている。うん、そうだぞ、カトリエは絶対いい食事をしている。出ないとここまでレポで育つわけはありません。ってことはだ、多分主人公がさ、プロ級の腕前を持つ料理人なんだろうな。料理人目指そうかは知らんけど、プロ級の腕前を持っとんだろうな。それを趣味で活かすのはもったいないレベルかもしれんな。ミシュラン取れるかもしれんな。俺が用意したスクランブルエッグと、いちごジャムトーストを早々に食べ終えたカトレアは、そんな感想を述べてくれる。ないんか、異世界にはそういうもんは。とは言っても、特別なことなんて何もしてないんだけどな。わ、これ、聞き方によってはさ、これだけの特上なものを特別なことなんて何もしてない状態で出せるっていう、主人公の能力が伺えるセリフかもしれない。そういうことかもしれんぞ。ここのところ、野営続きで干し肉ばかり食べていたんだ。美味しい食事をありがとう。前言撤回だ。多分カトリーがそんなにいい感じの食事はしてなく可能性もある。けど、干し肉ってことはさ、それが胸に栄養がいったらこんだけボイーンってなるんか。そうか、そういうことか。
なるほど。それで、そんなにボインなんですね。騎士というのは大変な仕事なんだなぁと思う。しかも、女の子なのに、ディアブロとかいうやばそうな敵と戦わなくてはならなかったんだから、なおさらだ。それにしても、食べ物は私の世界にあまり変わらないな。え、そうなんじゃ。食文化が全く違ったらどうしようかと、少し不安だったんだ。ああ、一般的には別にそういうスクランブルエッグとかトーストとかはあるんやな。ただ、カトリアがその、生活の、あれ上みたいな。さっき、なんだか落ち着かない様子だったのは、そういうことだったのか。文化の違いか。ふと、あることに気がつく。なんで俺たち、こうして普通に会話できてるんです？世界が違うなら、言葉も違うはずですよね。まあ、言われてみれば。でも、それ突っ込んだらさ、切りないもんな。ご都合主義とかしか言いようがないもんな。私は知識心の加護を受けている。言語の壁などない。なにそれチート、それチート、おいおいそれチートやぞお前。ご都合主義にも程があるだろうっていう設定あるな。知識心ってなんだ、初めて聞いたわ。そんな神様おるんか。だったら俺の周りには知識人は全然いないぞ。俺の周りに知識心なんてものはおらんだろうな。だって俺バカだもん。知識品の加護というのは万能翻訳機かなんかなんだろうか。まあ今の時代翻訳機が優れとうけんさ、そういう頭に知識入れんでも旅行できてしまうところはあるんかな。でも結局のところさ、自分で喋れんかったらグローバルな世界では通用せんかな。そんな便利なものがあるならぜひ自分にも加護を与えてほしい。ガビン、やっぱりそういうのって特別な資質が必要なんですよね。いや、単に場所の問題だ。加護は誰でも受けることができるんだが、その神を祀った神殿で祈りを捧げなければならない。めんどくさいんですね、要するに。その神殿がこちらの世界にはないだろう。だから難しいと言ったんだ。なるほど、としか言いようがねえな。グーの根も出ないような言葉が出てきて、なるほどとしか言いようがねえな、俺は。でも、神様の覚悟がお祈りだけで授かれるなんて、なんだか羨ましいな。さて、そんな器用にピンポイントな神がおるんやなって。さあ、今回のパートの本題になるでしょう。ていうか、これからの命題やけんな、これ。さて、元の世界に戻る方法を探すったってさ、現実に俺が主人公の立場だったらどうすればいいか全然わからんよ。今の時代ネットで調べれば何でも出てくるって言うけど、こんなまではネットで出てこんわ。こんなまではネットで出てきたら中二病オツとしか言いようはないもん。それはいいんですけど、ここあたりとかってあるんですか。あるんかなこれ。いや、ない。あー、さすがにないわな。方法はある。あるのか、方法はあるのか。心当たりがなくて方法はあるってどういうこと？この世界には魔力があまりないようだが、うん。広域魔力探知で一つ奇妙な反応を確認したんだ。なんか魔力的なものがあったってことか。広域魔力探知っていつの間にそんなことを。初めて聞くワードめっちゃ出てくるな。広域魔力探知っていう言葉他のゲームでも出てこんだろう。異世界ものの他のはゲームで全く出てこんだろうな。あちらの方角だ。造語かな。そう遠くはない。徒歩でも十分な距離だろう。けどなんか魔力的なものがなぜかあるってことか。あっちって秋葉原？ある意味魔力的かもしれねえな。秋葉原だろ、メイドさんだろ、萌え萌えキュンだろ。悪魔的な魔力が感じるな、確かに。だってさ、美味しくなれ、萌え萌えキュンでほんまに美味しくなるんだぜ。知らんけど。魔力以外の何でもないな、それは。確かに。ある意味魔力以外の何でもないな。萌え萌えキュンだけでほんまに美味しくなるんだから。今でこそ、オタクの聖地となっているが、一昔前の秋葉原は、ディープかつアングラな場所だったらしい。
現在では都市開発が進んで綺麗になっているが、裏路地に入るとまだその時の名残が感じられる。だがいくら秋葉原だったからとはいえ、異世界に関連する道具なんかが置いてあるとは思えないんだけど。秋葉原なかなか新鮮そうな地方なのだな。なんか新しいな、秋葉原はそんな言い方する、新しいな。このゲームの作者さんっていうかさ、セリフ考えた人、ワードセンスに飛んでるな。すごいセンスしてるわ。いいセンスだと思います。アキバルファラ。なんかマネスターなるもん、アキバルファラって。なんかマネスターなるもん、このワード。いいセンスしとるな。俺もそんなセンス欲しいわ。秋葉原です。秋葉原を秋葉原と間違える人はいるらしいが、この聞き間違いはなかなかダイナミックだ。そうやな。まあなんでもいい、その地に。あ、なんだ、あ、ごめんなさい、クイックセーブしちゃった。ああ、左スティックに力が入れすぎてクイックセーブしちゃった。ごめんなさい、カトリアのセリフちょっと飛んでしもた。何をしているんだ、キクも一緒に来てくれ、道案内が必要だからな。隣にこんな騎士の人を連れて歩いたら俺どんな目で見られるんだろうな。カップルとしては認めもらえんだろうな。見てもらえたら俺 USK に浸れるんやけどさ。え、ああ、はい。真剣な表情でこちらを見据えてくる彼女の瞳は、俺に有無を言わせないような圧力を秘めていた。来たよ、秋葉原。めっちゃいちいちなもん映ってますけど。ここ、秋葉原には普段からよく足を運んでいる。別にアニメのグッズとかフィギュアとかを探しに来ているわけではなく、単に家から近いから便利なのだ。友人おすすめのメイドカフェもあり、何度か制定行かれたことがある。そこの店員さんにストーカーをしているやつがいるとかで騒ぎになったことがあったが、今日の秋葉原は平和そのものだ。なんだ、わざわざそんなところでストーカーをしているやつの話なんか出さんでいいのに、なんかわざわざ出してきたあたりさ、なんかこれもさ、キュリエイトさんの別作品での話に戻ってきてない？あったよな、前にあったアイドルデイズでもさ、クッコーデイズの話もちょっと取り上げとうみたいな話あったよな。ちょっと別作品の話ちょっと混ぜていとんかな。携帯電話の料金が安くなるというキャンペーンを大々的にやる反対派では、メイド服姿の女の子が通行人にキッシュを配っている。ああ、大通りが歩行者天国になることも多いが、今日この時間は車の通行が許可されているようだ。そんな状況で会いながらも、歩道や、広場には思い思いの格好をしたコスプレイヤーが集まっていた。すげえな、秋葉原ってそんな感じなんじゃ。俺行ったことないけんさ、東京自体がさ、いや一回東京行ったことがあるけどさ、実質行ってないようなもんしかないな。こんな感じなんじゃ、いつもそんな感じなんじゃ、秋葉原って。すごいな、行ってみたいわ。この街ならカトリアさんの鎧もあんまり違和感なさそうだな。おー、木を隠すのは森の中っていう話やな。別に隠しに行くわけじゃないけど、カトリアの鎧のことを出演したまま秋葉原まで歩いてきたわけだけど、キーなものを見る視線が痛かった。でも秋葉原ではコスプレが当たり前の文化になっているので、あまり目立っていないようにも見える。おい、キク、ちょっと待ってくれないか。どうした？俺の後ろからか細い声が聞こえてきて、おっとらしくないですね。何ですか、怯えてるんすか、秋葉原の魔力にやられてるんすか。さすが秋葉原だ。違う、秋葉原だ。秋葉原には魔力が充満している。カトリアのレベルの高い騎士でも圧倒されるような。どうした、いやほんまにどうした、そんな顔して何があったんや。え、おしっこか、おしっこ我慢してるのか。おしっこは早くトイレ行った方がいいぞ。すごいデリカシーのないこと言ってるな俺。女騎士としての威勢の良さは外に出てからすっかりと鳴りを潜めているみたいだ。車や自転車が横切るたびにヒッと声を出している。あー、向こうの世界でなかったもんな。
にしてもちょっとすごい引いて可愛いな。いつもあんなに強くないのに。ギャップもやな。もしかして怖いんですか？そんなことはない。私はオールドワール王国の騎士団長だぞ。この程度のことで怯えたりなど。そこまで言いかけてからカトリアは鋭い視線で俺に詰め寄ってきた。何ですか？俺に顔、俺ってそんなに見つめられるほどイケメンですか？それよりあれは何なのだ。あのような猛スピードで突進してくる鉄の塊は初めて見たぞ。そうか、異世界の人が車みたいな、そんな感じになるんか。鉄ではないかな。自動車っていうこっちの世界の乗り物ですよ。覚えてないと言いながらもかなり警戒しているようだ。そりゃそうだろうな。車知らない人からしたらあんなにすごい勢いで走り寄るものを見たらさ、怯えるか。そりゃそうか。自動車って何もし、全くほぼ同じようなことを言いついたな、主人公が。なんか俺と主人公の思考がリンクしたような感じがする。とりあえず自動車に敵意はないということを説明した方が良さそうだ。こっちから前に出ていかない限りは大丈夫ですよ。敵ってわけじゃないですし。それこそぶつかったらエンカウントみたいな RPG みたいな仕様じゃないからな。本当だな、キ君。私をたばかってはいないな。疑い深いよな、この人。なんか疑い深いんだよな。全く同じことを主人公が言ってる。疑い深いな、なんてことを考えながらもうなずいておく。車は確かに使い方次第では狂気になるけれど、ちゃんとルールに従っておけば、そういう走行事故が起きたりはしない。この場合のルールというのはもちろん、歩行者は歩道を歩くということだ。なるほど。わかった。気をつけることにしよう。俺がさ、車道側歩こうか。ちなみに聞いておきたいんだが、あの大きな橋の上を走っているのも、その自動車とやらなのか。ああ、電車か。カトリアが指さしたのは萩原駅から伸びた高架とその上をガタンゴドンと音を立てて走っていく電車だ。自動車と同じかと言われれば違うが、説明が難しいと思って俺はただうなずくことにする。やはりそうか。まあ似たようなもんか。あんな鉄の塊の中に押し込められている。あまりにも不憫だ。そういう認証になるんか、異世界の人から見たら。これって不憫って、まあ続きなしは大変だと思いますけど、そこまでではないですよ。そうか。だがあの箱の中に入っている人々の表情。それではないか。やめろ、日本のブラックな目を注目するな。確かに社畜って言葉がありますけど、確かに日本って国家資格を取ってやるような仕事が割と賃金安かったりしますけど、そんなブラックジョークはいいんよ。カトリア、ジョークのつもりで言うてねえんじゃないかもしれんけど、我が国ではすでに奴隷制を廃止して久しい。キ君の国は少々遅れているようだな。一応この国にも奴隷制はないんですけどね。なんかそれ逆にドス聞いとるな。その逆にドス聞いとる言葉やな。そんなことをつぶやいた俺を振り返ることもなく、カトリアは顎先に形のいい指を揃えて何やらうなずく。しかしあれだけの人数を同時に輸送できるとなると戦術が一変するな。前線への兵の展開が容易かつ迅速に行える。そういう考えになるんやな。騎士が現代に来たらそういう考え方になるもんなんやな。ああ、なるほどな。輸送できる、そういう使い方で電車見たことないわ。これなら転移魔法も必要なさそうだな。俺に言わせたら転移魔法の方が便利そうですけど。そうでもない。転移魔法には膨大な魔力が必要だからな。安易に使えるわけじゃないんだ。へえ、まあ電車もガソリンいるんですけどね。さらに転移魔法は正確に座標を指定しなければ失敗して転移中に消滅してしまうことがあるらしい。何それ怖い。
それ危険すぎませんか？魔法にはリスクがつきものなんだ。数百年前には転移魔法の失敗で一国そのものが消滅したことだってあるくらいだからな。魔法って怖いんだね。魔法って怖いんだね。よっぽど車の方が安全だな。それだとわあ、この世界に生まれてよかったって思えるね。決めた。もしも将来何らかの理由で魔法を覚える機会があったとしても、転移魔法だけは絶対に覚えないでおこう。うん、俺らみたいな、俺や視聴者さんみたいなスケベな人間だったら、チンから包囲で女の子のスカートがめくれる程度の魔法ぐらいで十分だと思うわ。うん、という俺の決意と同時にカトリアの足が止まる。どうした？どうしたんですか、カトリアさん。また珍しいものでも？いや、魔力の反応が強くなっている。お？おそらくこの建物の中からだ。何の建物？え？ここにですか？カトリアが指さしているのは大通りに面している大手古本屋チェーン店。古本屋？全然魔法となんか関係なさそうやけどな。古本屋？もっとこう、古めかしいアンティークショップとか、怪しげな裏路地とか、そういうところにあるんじゃないのか。とりあえず、入ってみよう。店内に入っていくカトリアを追いかけて、俺もドアをくくる。いらっしゃいませ！こんにちは！わー、ブックオフや。見た感じブックオフや。どう感じても魔力的なものはありそうには見えんのやけどな。でも便利よな、ブックオフって。中古の本が安く買えるしやんな。俺さ、ブックオフ来たらなぜかさ、スパロボの攻略本よく読むよな。なんでだろうな。何度か来たことはあるが、大手大型店だけあってかなり大きい。フロアもジャンルごとに分かれており、古本、中古ゲーム、おもちゃや楽器などがそれぞれ割り振られている。こっちだ、近いぞ。なんだ、どっちの方面？そんな中、カトリアがまっすぐに向かったのは中古本のエリアだ。中古本、それも漫画やラノベのフロアではなく、いわゆる古書、古書などから並べられてるエリア。まあちょっと異世界ものに近いようなもんがあるんか。こんなところに戻る世界に戻るヒントなんかあるなんて信じられないんですけど。間違いない、魔力を発している何かがある。よし、この辺りだな。うん、なんかのドキリか。魔力があるぞって言って、なんかどう、なんかのドキリか。お、こっちが魔力感じられないからってなんか嘘ついてないか。どう考えても魔力に結びつかないんだよなーって思うけど、どんな本や。そう言うと彼女は一冊の大きな本を手に取った。西洋風の特殊な模様が描かれているが、見てくれはただの分厚い古本にしか見えなかった。相当な熱気を感じはするが、一見しただけでは魔力がどうとかなんてまるでわからない。これが、これは驚きだな。見る人が見たら結構やばいもんなんかな。これは魔導書だぞ。自身の研究や記録を保存し残すために記すものだ。マジかよ。それはあれか、こっちの世界でいう中二病ノート的なあれか。バカと天才は紙一重みたいな感じでさ、魔法使いと中二病って紙一重の存在なんか、もしかして。想定外の答えに思わず口が開いてしまう。本を開く。魔導書にはトラップが仕掛けられていることがあるから、念のため気をつけておいてくれ。え、いやちょっと、気をつけるってどうやって。突然の言葉に慌てるが、すでに遅かった。カトリアがその本を開き、何の表情それ。何も起きませんね。奇遇だったようだな。よ、
よかった。驚かせないでくださいよ。悪かった。そこまで怯えるとは思わなかったんだ。さっきまでのお前の顔を見せてやろうか。おい、写メ撮ってるからさっきまで道を歩いてた時のお前の顔見せてやろうか。同じような顔してたと思うぞ。あと可愛いな、お前。ごめんな、おっぱいばかりに目がいってるっていうのは嘘だ。魔力の反応から見てトラップがあるとしても大したものじゃないことは分かっていたんだ。だったらそれをちゃんと教えてくれないと。何なんだろう、レベル的には学校のいたずらでよくある教室の入り口のドア開けたら上から黒板消しが落ちてくるみたいなレベルなのかな。あれもちょっと相当、あれもあれでちょっと嫌やけどな。それはそうだな。これからは気をつけるよ。気をつけてくれよ。こっちは魔法素人だぞ。カドリアは戸惑った様子ながらそう答えてくれた。基本的に悪い人ではないんだろうな。うん、おっぱいが大きい人に悪い人はいないっていう俺の固定概念がある。さて、何が書いてあるのか読んでみるとするか。そう言って黙ってしまった彼女。何やらブツブツとつぶやきながら本をめくっているが、その文字は俺には全く理解できないものだった。なんだこれ、ただの模様にしか見えないけど、その模様はきっと何かの文字なのだろう。しかし日本語はおろか英語やアラビア語ですらない初めて目にする文字がそこにはあった。これが異世界の言葉か。この文字が読めるんですか。そうか、キ君には読めないか。そうだよ、当たり前だ。カタリアはそう言って魔導書の文字を指先でそっとなぞった。その仕草が なんとなく色っぽく見えたのもつかの間、彼女の口から輸送台にしない言葉が飛び出してくる。これは私の世界の文字だ。え、私が読めるのは当然だろう。いや、まずさ、前提条件としてなんでカトリアの世界の文字がこの世界にあるんって話になりますけど、なんだって。ちょっと待ってください。なんでカトリアさんの世界の文字がこの世界に。詳しい理由は不明だ。なんだ。だが見た目よりもずっと昔から存在するものだろう。100年か200年かあるいはそれ以上前から。ってことはあれか、カトリアの世界の住人がその100年200年それ以上前にもう転生した過去があったってことかな。でその人がこっちでそういう魔導書作ったみたいな、それが持ち込んだみたいな。冗談だろ。そんなものがなんでこんな秋葉原の古本屋チェーン店の中に置いてあるんだ。なんで売ってんだよ。いくらだ、いくらで売ってんだ。これで128円とか言うたらさ、魔導書かっこ笑いになるからなお前。そんなに古いものには見えませんけど。魔法によるプロテクトがかけられている。劣化防止のためのものだな。もう魔法のより打つからって聞いたらさ、何でも許されると思うな。私が感知したのはその魔法反応だったのかもしれない。ああそういうことね。この書には次元転移について記されている。わ、ディアブロが使ったやつやん。過去に私の世界からこちらの世界にやってきた人物が記したもので、まず間違いない。そうやんな。マジかよ、本当にそんな人がいたのか。いや、すでにカトリアという実例があるのだから当たり前なのかもしれない。おかしい話ではないか。けれど俺は改めて驚愕した。この世界にはずっと昔から異世界人がやってきてたということにある。その人はどうなったんですか。この書によると元の世界に戻れたようだ。おお。こちらの世界で次元転移の魔法を使ったらしいな。わっ、ってことはもう完全にカトリアも戻れる可能性が出てきたってことで。この書は当たりだ。この書にある方法を実践すれば私も元の世界に。わっ、もうパート2の時点でさ元の世界に戻れそうな雰囲気出てきとうな。そこまで言ってカトリアの表情がこわばった。どうした、結構希望が見えてきたような展開だったぞ。な、
だと？バカな。他に方法はないのか？え、なんだ？どんな方法考えとったん？あれか？エッチなことしないとこの部屋から出られないみたいな、そういうなんかよく聞くようなあれだったりするんか？エッチなことしないと異世界に戻れないみたいな感じだと、険しい表情で叫ぶカトレア。何か問題があったらしいことは一見して分かった。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。いや、その歯、顔の諦め方、なんか俺の言った通りで正解なんじゃないかって思わせるな、お前。取り乱してしまったなと続けた彼女は、少し気持ちを落ち着かせるように息を吐いた。転移魔法の陣と座標の指定方法は分かった。だが、問題になるのは魔力の有無だ。うん、魔力？でもそれってこっちの世界にはないんですよね。皆無ではないんだ。だが変異に必要な魔力を賄うことは到底できない。あー、じゃあその過去に戻れた人はどうやって魔力を集めてきたんだろうな。何なんだろう。両手を挙げて、世界のみんな、オラにちょっぴり元気を分けてくれみたいな、元気玉みたいなシステムなんかな。そんな、魔力がなければ魔法を使えないということだろう。当たり前のような気がするが、カトリアたちにとっての当たり前はこっちの世界では通用しないのだ。他に方法とかないんですか？え、あ、いや、あるにはあるんだが、そのいや、ダメろお前。ちょいちょい諦めるなんなんて話になるんや。なんだ、魔力のところを高めるのは異性同士でエッチなことしなきゃいけないとか、そういう話か？そうにしか捉えられんのよ、その顔は。突然歯切れが悪くなってしまったカトレア。自動車には怯えていたが、基本的には凛々しいカトレアがこうなるなんて、一体何が書いてあったんだ？そりゃ教えてほしいわ。気になってしょうがないよ、俺。もしかしたらデリカシーがないことかもしれんよ、聞くこと自体が。でもさ、ここまでさ、気にならせるんだったらさ、仕方ないだろう。気にならせたあんたも悪いわって話よ。一応、どんなことが書いてあったのか聞いておいた方がいいよな。成り行きとはいえ、カトリアが元の世界に戻るために協力することになったんだ。魔法のことは全くわからないけど、わかるように努力はしておきたい。そんな俺の気持ちに反して、カトリアは動揺したように首を振った。どういう意味で？どういう意味で？ねえねえ。その反応に少しだけ気づく。協力したいと思っただけなのに、こうまで否定されるとは思ってもみなかった。俺が知ったら何かまずいことでも？だな。そうだな。うむ、まずいんだ。すごくまずい。語彙力がすごい低くなってきてる。何か隠してません？気のせいだ。私を疑うというのか？疑うといえばさ、あなたカトリアさん、設定では D カップって言いますけど、絶対 D より上ですよね、あなた。そのおっぱいの膨らみ方は。嘘をつかないでください。どう考えても A 氏とか I カップでしょ、あなた。え、もしかして異世界ではこれで D カップなんか？異世界基準で考えたら D カップなんか？異世界の人どんだけ巨乳だらけなんだ。疑うつもりはないのだが、さすがにそんな態度を取られてしまうと気になるのは当然だ。そりゃそうだよ、気になっちまうわ。とはいえ、これ以上聞いても答えは返ってきそうになかった。仕方ないな。じゃあ俺に何か協力できることがあれば教えてください。役に立てるかどうかはわからないけど。すまない。ありがとう。魔力供給の手段については他にも調べてみた方が良さそうだ。まあ他に可能性がないというわけではないだろう。なんかあるはず。ここに記されているものはあまりにもその危険すぎる。どういう意味で危険なんだろうな。カトリアはため息をついてから、ふと俺の顔をじっと見つめてきた。おい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 、そのままの意味の危険だったらそんな顔にはならんやろ。何ですか？いや、何でもない。やはり
この方法以外を探そう。うん、どんな方法かわからんけど、なりふり構ってられないじゃないですか。今頃、向こうの世界ではディアブロは暴れてるんでしょ。早く帰らないといけないんだったら、この方法の方がいいじゃないですか。どんな方法かわからないけど、思わせずぶりな態度をとっておきながら、それはないんじゃないだろうか。女性との接点があまりなかった俺にとって、こんなに綺麗な女の子に見つめられるのは心臓に悪すぎる。そんな俺の夢中かなを知るはずもなく、カトレアは手に持っていた本を閉じた。この書はどうやらこれを記した魔法使いの日記らしい。なるほどな。内容を読み込んでいけば他にも手がかりがあるかもしれないしな。日記でそんなに熱いんじゃ。結構こっちの長いことおったってことか。日記。ああ、こちらの世界で結婚し、子を儲けたらしい。たくましく生きていたようだ。ほんま長いことおったんやな。他の詳しい内容はまだ読んでいないが、かなり実力のある魔法使いだったことは確かだな。え、でもさ、こっちで家族できてしまって、その上で元の世界に戻ってしまったってことか。なんかちょっと別れたんかな、それとも一緒に世界行ったんかな、どっちなんだろう。わ、すごい気になるな、その部分。なんか、それによっては家族と別れたかもしれないっていう悲しい物語かもしれないし。なんかそっちも気になるな。なんでそれがわかるんですか？魔法には構成がある。その構成を読み解けば術者の力量は押し量れるんだ。うん。私は騎士だが魔法にもそれなりに詳しい。このレベルの魔法を構築できる術者は宮廷魔法使いにもそうはいないさ。なるほど、エリートの中のエリートってことか。俺には何も見えないが、カタリアにはそういうその構成とやるが見えているのだろう。魔法か、俺も使えたりしないかな。思わずそんなことをつぶやいてしまう。うん、それは難しいかもしれない。魔法には先天的な素養が必要でな、訓練でどうにかなるものじゃないんだ。ですよね。ってことは俺には素養がないんですね。魔法を使うという夢が絶たれてしまい、俺はがっこりと肩を落とす。チンからホイだけでもいいから使えてもらえんからな。女の子のスカートがめくれる程度でいいんで、チンからホイとか使えませんか。カトリアはそんな俺を励ますようにと言葉を続けた。キ君だけじゃない、こちらの世界の人々にはその素養を持つ者がいないようだ。まあ必要ないもんな、こっちの世界で魔法なんて。大気中の魔力濃度の関係か。素養がどのようにして生じるかなんて考えたこともなかったな。よし、元の世界に戻れたら少し調べてみるとしよう。カトリアはそんなことをつぶやきながら、うんうんとうなずいている。勝手なイメージだったのだが、騎士というのは魔法が苦手なものばかり思っていた。ゲームとかでも騎士とかって物理攻撃上だもんな。だがカトリアに関してはそれだけではないらしい。何しろ魔法にもこうしてかなり精通しているのだ。騎士団長として活躍していたとは聞いていたが、実は肩書き以上にすごい人なのかもしれないな。何にしてもまずは魔力供給の方法を調べないとな。さっきの方法は最終手段ということにしよう。さあ、大丈夫か。ディアブロが今頃暴れてるぞ。書に記されている内容を隅から隅まで把握しておかなければならないからな。まあそうやな、一番最初にやるべきことはそれか。カタリアはそう言うと魔導書を持ったまま店を出て行こうとする。あ、いや、ちょっと待った。何の疑いもなく万引きを働こうとしたカタリアは慌てて呼び止める。もし万引き犯として疑われてしまった場合、こちらの世界の常識疎いカタリアはどんなトンチンカな回答をしてかすかを分かったものではなかった。そんなことになったらどうやって説明したらいいかも見当もつかないぞ。秋葉原だからコスプレで済んでいるけれど、
警察相手に本物剣を見られてもしたら銃刀法違反もあったなしだ。わずかな時間でそれだけのことを頭の中で連想した自分の脳みそを褒めてやりながら、俺は彼女の持っていた魔導書を横から奪い去った。な、何をする？お金、お金払ってないですから。レジの方向に目をやるとアルバイトらしき男性がじっとこちらを見つめている。手には電話を持っているあたり、俺たちが店を出た瞬間に通報するつもりだったのだろう。あぶね。どういうことだ？この世界の書物庫は蔵書を借りるときに費用が発生するのか？ああ、本を買うっていう文化がないのかそちらは。書物庫ってここ普通に本屋ですよ。勝手に売り物を持ち出したら犯罪になります。これにカトリアはショックを受けたようだった。よろよろとよろべき、その場に膝をついてしまう。わかった。これほどまでに巨大な書店が存在するのか。ああ、なるほどね。書店の規模の話だったんじゃ。書店はあるけどこんなでかい本屋はあるかって、そういう感じだったんじゃ。お金を払う文化そのものがないとかとも思ったのだが、この反応を見る限りそうではないらしい。書物庫というのはおそらく図書館のようなものなのだろう。無料で本を借りて読むことができる場所があちらの世界にもあるということだ。ああ、なんということだ。知らなかったとはいえ、騎士団長たるこの私が盗みを働いてしまうなど。来るか？来るのか？しでかして、どうして生きながらえていられる？来るのか？く、殺せ！私を殺してくれ！来ました！何気に今回のパート初めてのクッコー来ました。忘れていた、クローゲームのタイトルがクッコーデイズであること。それにしてもさ、なんかクッコーが出る沸点が低すぎるんよな、ほんま。なんか とある VTuber さんの、有名な VTuber さんの切り抜きでなんか見たことあるけどさ、確かにクッコーの沸点が低すぎるっていうのはこういうことか。未遂ですから、まだ未遂、ハードは犯罪になってはませんから。そうなのか。そうだぞ、疑わしきは罰せずっていう言葉があります。まだ疑われるだけの人間、俺らはな。いや、だが私はこちらの世界のお金を持ち合わせていない。購入したくても購入できないのだ。レディが欲しがっているものを買い与えてやれないほど俺はケチな人間ではありませんよ。まあそりゃそうだよな。となれば魔導書は俺が買うしかない。これっていくらなんだろう。まあ中古だしそんなに高いものじゃないよな、なんてことを考えながら魔導書の背面に値札シールが貼っていないか確認する。ぐっ！シールを見た瞬間、俺の口から奇妙な声が漏れた。俺の目の前に19980という数字が飛び込んできた。ほぼ2万円け、桁が一つ間違ってないか。中古屋やぞ、中古本やぞお前。これにどういう価値を求めたんやこの本屋は。おい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 、何でも鑑定台に出してみろ。もっと安い値段で出てくるぞお前。この本は偽物ですみたいな感じで言われると思うぞ。1980円ではなく約2万円。何時間分バイトしたら稼げるんだと頭の中でバイトの実況を計算する。おい、キ君、もしかして高いのか。ふざけんなってくらい硬いね。こんなとこで取り扱っていい金額じゃないね。いや、ゲーム機の中古じゃないんだよな。これゲーム機の中古じゃないよねって。俺の顔が青ざめていくのを感じたのか、心配気な顔をしてカタリアは俺を覗き込んでいた。高いけど、本物魔導書なんだし、それにカタリアが元の世界に戻れるのなら。カタリアの笑顔を見るんだったら2万円ぐらい大したことないわって思えるか、どうかの話。俺は思えるね。大丈夫ですよ、ちょっとお会計してきますね。そう強がりを言った俺は魔導書を持つ手を震わせながらレジへと向かった。
だいぶダメージがでかいぞ。今月もやし生活かな。いつもは千円札が数枚ある程度なんだとか、この日は給料日過ぎということもあって財布には2万ちょっとのお金が入っていた。今月はかなり節約しないと。通常の残高と生活費のスロバンの頭の中で弾く。俺だけなら食費を極限まで切り詰めることなどすれば大丈夫だが、これからはカトリアとの共同生活になる。家計のことを考えると胃が痛くなるが、こればっかりは仕方がない。バイトのシフトを増やすことも考えないと。とはいえ、本格的に家計がきつくなったらカトリアにお願いしてバイトをしてもらわないとなどと考えていたら、俺は会計を終えた。異世界の住人って住まわせるんって大変なんやなって思わされたわ。もうちょいやるわ。二人とも無言で家へ帰る途中、道中カトリアが口を開く。すまない、こちらの世界に来てからまだ一日しか経っていないが、キ君には迷惑をかけてばかりだな。いえいえ、その代わり目の保養として使わせてもらっています。どうしたんですか、急にそんなことを。高かったんだろう。キ君の顔を見ればわかるさ。まあ正直言えばカトリアに脱いでもらわんかったらワイに合わんけど、そんなことを口にしたら多分俺の視聴者からブーイングを食らってしまう。低評価入ってしまうかもしれない。いつか必ずこの礼はする、約束だ。うん、それはどういう礼で形でやってくれるんでしょうかね。脱いでくれるのかな。見返りを求めてやったわけじゃないですから。それよりこれを。何？俺はそう言って手に持っていた紙袋をカトリアに手を出した。何これ。魔導書が入ったその紙袋を受け取ると、あ、魔導書か。彼女は申し訳なさそうな表情を浮かべる。本当にすまない。あー、でもこういうさ顔を見るために俺はさこのゲームをやっているんだなって思います。こんなに気にするなんて理事な人だ。そういえばさっきも意図せず万引き仕掛けてたことをすごく後悔していた。騎士というだけあってそのあたりはかなり厳格なのかもしれない。真面目な人なんやな。お礼はともかく、私はキ君にいくらかお金を納めるべきだろうな。いいですって、別に俺が好きでやってるんですから。そうはいかん、私が元の世界に戻れるのはいつになるかわからないんだ。その間ずっと好意に甘え続けるなど騎士の流すたる。私にもできることがあるはずだ。必ずやキ君に恩返ししてみせる。俺の中に渦巻いている本音をカトリアに言ったらどんな顔するんだろうな。わかりました、じゃあその無理のない程度で。とはいえ彼女がこちらの世界でどうやって働くのかなくて想像もできない。確かにこの世界で生きるためにも仕事は探した方がいいだろうな。騎士の経験が活かせればいいのだが。ん？騎士の経験、騎士の経験が活かせる職場なんてあるのだろうか。そんなことを考えていた矢先に周囲が騒然となる。あ、なんだ、猛スピードの車が遠くからこちらに向けて暴走してくるのが見えた。ななんだ、自動車が暴れているぞ。歩道に乗り上げたりしながらもそのスピードは衰えることがない。幸い距離があったので逃げることはできそうだったが、居眠りなのか先に酔っているのか、いずれにしても迷惑極まりない話だ。おい、あれは大丈夫なのか。暴走？被害がなさそうな場所に避難して安心したのもつかの間、カトリアが指さした方向を見て愕然とする。小さな女の子とそのお母さんらしき女性が
まだ暴走車の進行方向上に立っていた。え？嘘だろ？大丈夫かと聞かれたが、当然大丈夫なわけがない。怯えてしまって足がすくんでしまったのだろうか、あるいはパニックに陥っていることだって否定できない。ブレーキをかける様子もなく暴走を続けるその車は、あと数秒で、母娘の体を吹き飛ばしてしまうだろう。クソ！反射的に俺の体は飛び出していた。頭で何かを考えていたわけじゃない。ただ助けないといけないと思ったから、もう体が動いていたんだ。片親の声が背中の後ろ遥か遠くに聞こえる。だが振り向いて片親の居場所を確認する余裕はなかった。母娘の体を暴走車の進行上から突き飛ばすことに成功し、ふと横を見る。あ、目の前には暴走車。これは死んだな。ああ、次転生した時には飼い猫になりたい。飼い猫になって一生家の中でゴロゴロして過ごしたい。そんな言葉が脳裏に浮かび上がって、俺の意識はプツイと途絶えた。え？おい、起きろ。痛い。いきなり顔をはだかれて、俺の意識は急速に鮮明になった。え、俺飼い猫になった？飼い猫になった？あーか、それや。あれ、俺死んだはずじゃ。気がついてみると地面に座り込んでいる。全身が痛いが、あのスピードの車がぶつかったにしては無傷に等しいような。そうだ、あの母娘は大丈夫だ。少しかすり傷を負っていたが大事ない。キ君のとっさの判断があればこそだな。よかった。それよりキ君は自分の心配をしておけ。ギリギリでぶつからなかったとはいえ、地面に頭を打ちつけたんだ。あ、車にぶつけてる怪我ではなかったんだよこれ。ぶつからなかった？でも避けられるような距離じゃなかったはず。ああ、だから私が対処した。え？そう言ってカタリアは親指でグイッと自身の背後を示してみせた。その指先にはクラッシュしてしまった暴走車の無残な姿がある。ああ、どっちがぶつかったのか、どっちの方が強いかわからんじゃないか。今カタリアは何と言ったのだろう。これを彼女がやったってことなのか。ディアブロの尻尾で打ち据えられた時の痛みと比べれば虫に刺されたようなものだ。ガチタンクじゃねえか。とはいえ一般人が耐えられる衝撃ではないな。何の訓練も積んでいないキ君では体が粉々になっていたかもしれない。いや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 、訓練積んどったとしてもあなたみたいな美女は耐えられるもんでもなかったと思いますけど。おっしゃる通りなんだが、あまりのことに愕然としてしまう。この人とは住む世界が違うんだ。もともと異世界の住人なのだから当たり前の話だが、改めて理解する。と同時に俺は一つ心の中で誓った。彼女を怒らせないようにしない、怒らせたりしないように気をつけよう。俺の命なんか象がアリを潰してしまうようなものなのかもしれないと。はっ、恥ずかしいところを見せてしまいましたね。はっ、どうした主人公、いきなり夢の国のネズミみたいな声になったぞ。そうでもないさ。それよりほら、どうした。あー、うわー、いい感じのポン、いい感じのアングル。それでいてさりげなくパンツもチラッと見えてるっていうね。これぐらいのパンツのチラぐらいの方がさ、興奮するんじゃないのみんな。あー、今日のサムネこれ決定な。サムネに使えそうな絵がなかったもん。これだ、確定だこれ。あ、ありがとうございます。まるでいろんな意味で。新兵のようだな。その言葉は微笑みとともに発せられた。カトリアがこんな笑みを浮かべたのは出会ってから初めてのことだ。思わずその美しい表情に見とれてしまい、差し出された手を掴むことを忘れてしまう。
いやー、あまりにも色っぽくて、その顔、その顔よ、その顔が見たくてこのゲームしようとったようなもんじゃ、お前。あ、いえ、なんでもないです。我に返って、カトリアの手を掴む。引っ張るように立たせてもらってから、俺は周囲の状況を改めて確認した。暴走していた車はすでにスクラップ状態だが、運転手は怪我だけで済んだようだ。あの母娘も無事だし、他に怪我人もいない。よかった。ああ、キ君の功績だ。私はどうやらキ君のことを少し誤解していたかもしれないな。ん？誤解ですか？正直なところ、ただの貧弱な男だと思っていたんだ。だが、あの母子を助ける勇気ある姿に、誇り高き騎士の精神を見た。うん。大げさですよ。ただ、体に、勝手に風が動いただけなんですから。でもさ、これも一種の魔法やな。勇気という魔法。この世界でも使えて、ある意味異世界で使える魔法よりも最、何よりも強い魔法かもしれません。ちょっといいこと言った。キ君に騎士の精神が宿っているからだろう。誰にでもできることじゃない。胸を張っていいと思うがな。そうでしょうか。うむ。まずは、その喋り方を直してみてはどうだ。私とキ君に上下関係はないのだからな。そう言われて、俺はハッとした。あまり意識しなかったからだろうか。なぜか、カタリアと話す際には、丁寧な言葉遣いになっていたのだ。出会いがインパクトありすぎたからかな。剣先を首筋突きつけられれば、そりゃ敬語になってなる、敬語になってなるってものだろう。生活を共にすることになる。堅苦しいのは無用だ。そうですね。じゃない。そうだよな。よろしくカトリア。あ、え頼むよって言う前にカトリアって言うたんや今。あーやばいな、深夜でちょっと疲れとるところやけんさ、変な髪型するわ。うん、よろしく頼むよカトリア。ああ、間違えた、ボタン。ああ、こちらこそ。なんだろう、この気恥ずかしい気分は。中学生の時に同級生の女の子に告白した時のように、顔面が発熱している。ちなみに、その時はお断りされてしまい、枕を涙で濡らしたわけだが。そんなやりとりをしていると、俺たちの周りに人だかりができつつあることに気がついた。お目当てはやはり、カトリアだ。あの、騎士の格好をしている女の子だ。走ってくる車をぶん殴って止めたんだよ。グラップラーバキの世界の人間か。そんなのありえないわよ。夢でも見てたんじゃないの？ハードなんだって、ちゃんと見たんだ。このままじゃまずい。大騒ぎになる前に、なんとかこの場を離れた方が良さそうだ。カトリアさん、こっち。路地を通って家に戻りましょう。助けた村娘に、母娘に手を振って別れを告げた後、人混みを避けるため、俺とカトリアは秋葉原の路地へと入った。よっしゃー。多分これで3章かな？ですよね。よっしゃー。一パートで一章終わるぐらいのペースで行きたいんで、こんな感じでちょっと長々と1時間の動画になってしまいましたけど、ご視聴いただきありがとうございました。こっからどうなるんだ、この魔導書に書かれて内容とは。こっからどうやって、異世界に戻る道を模索していくのか、ちょっと楽しみになってきましたね。ちょっとパート1は HH なところを出しまくったからな。ちゃんと異世界もので異世界に戻る方法を探してるってところをピックアップできてよかったわ。この後の展開が気になるな。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。
まだ次回も楽しみにしておいてください。週上げ。で、本当は何て書いてあったん？ねえ、カトリア、何て書いてあったん？カトリア。